あの。 J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回はガンバ大阪動く片野坂監督翔平へということでございましてですね、まあ、えー、ちらほら噂のあった片野坂監督のガンバ大阪への移籍と言いますかですね、えー、監督として就任するんじゃないかっていう話が、えー、今日日刊さんですかねから、えー、出ておりまして、そして大分の新監督には下平さんが入るんじゃないかとか、まあ、いろんな、えー、話が出てきております。さあもうそんな、えー 季節に入ってきた J リーグでございますけれども今回、えー、この刀坂監督の話と、あと、まあえー、その他、これまでに入ってきているですね、別にこう新情報とかでは、えー、ないんで、知ってる方もいると思うんですけど、まあ、ちょっと新外国人情報、えー、主にブラジルとか、まあ、ブラジルの方か、ブラジルとまあ中国の方からですね、えー、あのね、昨年まで J リーグで活躍していたあの選手が、とかいうのも、えー、ありますので、よかったら最後まで見ていってくださいということでございまして、まあ、ということで、このチャンネルはですね、J リーグは九州勢、そして そして J リーグ全般の話を、えー、しておりますのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからですね、こういう季節に、えー、入ってきました、まあ、オフの移籍の話とかも、えー、じゃんじゃんやっておりますのでよかったら見ていてくだちう話でございまして、まずこちらから、えー、やっていきましょうかね。えー、ガンバ大阪が大分の片野、えー、沢監督、翔平へということでございまして、まあ、簡単にざっとですね、片、ま、野、あえー、沢監督ってどんな方なのっていうことをやっていきましょうかね。まあえー、2016年からですかね、えー、大分で監督やられて、 しでも6年目ですね、本当長いこと、えー、大分の監督としてやってくれてますね、本当、そして、まあ、J3 から、えー、J1 へ、本当、ね、どん底まで落ちた大分をここまでよく、えー、引き上げてくれたっちゅう、まあ、本当、大分のサポーターから、えー、したらですね、本当、この刀が監督がいなかったらっちゅう、本当、それぐらいですね、えー、この存在が大きい方でございますね、そして、まあえー、刀が監督からしたら、ガンバ大阪は古巣でございますね、選手、講師として、えー、所属していた経験があります。そして、まあ では西野監督ですね本当名称西野監督そして長谷川監督の下でガンバ大阪ではコーチを務めてそして森安監督の下ではコーチまあこれ広島時代ですね広島時代では森安監督の下でコーチをされていたということでまあ、優勝受け負い人コーチということでございましてですねまあ、この片野が監督がいるチームはまあ優勝できる勝てるっていうのがですねこれは通説でございます本当素晴らしい監督そしてコーチとしてのキャリアを持っているのがこの片野が監督でございます まあ本当勝ち方中多分本当、えー、知ってる方だと思いますまあここまでですねこう強豪を率いて、えー、監督をしてきたことはね片野坂監督、えー、ないんですけどもしかしまあ少なくとも、えー、勝っている場面を見てきたチームがどうやって勝ってきたかとか、えー、西野監督長谷川監督とか、えー、森保さん森保監督のもとでそういうことを学んできた、えー、監督であるのは間違いないのでねまあ僕はガンバ大阪行ってもさどうなるかちょっと正直不安な点もあるんでそのまあ、えー、不安な点については次話は すするんですけどもしかし、まあこういう本当ね J リーグ歴代の、えー、名将たちと一緒に仕事をしてきた、えー、片野坂監督でございますのでこれはガンバ大阪行っても、まあえー、成績残すんじゃないかとも思ってはいるんですけどもね、そして、えー、しかしまあ今期ここまで大分では18位と、えー、苦しんでいるのが現状でございますね、はいそして次こちらでございますね、まあえー、基本は3、4、2、1ということでございましてまあ、選手層の薄いチームを勝たせる監督なのかなと僕は、えー、現在で思っています。とといいうかか大分ででししねまあやっててないんで監督として はですね、そこは、えー、なんとも評価しづらいところであるんですけれども、まあ、ほんとガンボ大阪のような、えー、クラブの監督を発、いわばビッグクラブといいますか、ですね、まあ、こういう選手層が厚かったりとか、まあ、そういう、まあ、日本代表クラスの、えー、選手を抱えるです、ね、そういうチームを率いるのは今回がもう初、まあ、まだ決まったわけじゃありません、まだガンボ大阪監督就任が決まったわけではないんですけれども、もし就任となれば、まあ、そういうクラブを率いるのは初めてという話でございますね。まあん 部分があってですねこれ難しいのがこう選手層の薄い例えばまあこれ失礼かもしれませんけども言い方としてはですね大分のようなチームを勝たせることができる監督と、まあ、逆にこうビッグクラブに行くとなかなか力が出せない監督というのが選手層の薄いチームをですねねこうね戦えるチームにしたいとかかかなかこう資金力的にも厳しいクラブを勝たせることができる監督がいる一方でお金があるチームに行くとなかなか結果が出せない監督とかその逆 ももあるんですけどもねまあ、その逆もあるんで、なんとも言えないんですけども、もだから一概にね、刀沢監督の監督としての、えー、能力は、それこそまあ日本代表監督候補に、ね、選ばれるぐらいですね、まあ、名前が上がるぐらい、えー、それ素晴らしいものがあるんですけども、クラブ単位で考えると、これはなかなかに読めない部分もあるのでね、ねまあ、未知数な部分もあるんですけども、もまあ、ただね、基本的にこの監督として、これ、人柄とかね、まあ、そういうのも含めると、僕は、願望坂でも十分やれるんじゃないかと思ってますし、まあ、あとスタッフさんですね。 坂監督を知る方も多分多いと思うのでね、まあ、そういう意味でも、まあ、片野坂監督をこれ、ガンバ大阪なら、えー、サポートしてくれるんじゃないかと僕は思っているんで、まあ、ガンバ大阪なら、片野坂監督行ってもしょうがないのかなっていうのもあるんですけども、まあ、そこは、もしまだ分かりませんけどもね、まだ、えー、シーズンも終わっていないので、まだ分かんない部分もあるんですけども、もし片、ま、野、あ、坂監督がガンバ大阪に行った場合、それはそれで、えー、素直に、ね、これ応援したいなと思いますね。まあ、で、次が、まあ、大分は逆にじゃあどうなのか一応話にはなってくるんですけども、えー 下全横浜 FC 監督就任の話もえ同時に出ておりますね、まあ、横浜 FC を J1 へえ昇格させるあの時は途中就任だったかな違ったかな違ったらえ申し訳ないんですけども外国人監督がちょっと都合でえ帰ってしまって でまあ別成績は悪くなかったんですけどもね、えー、そして下平監督が就任したような、えー、気がするんですけれども、ちょっと違っていたら、えー、申し訳ございません、まあ、結果として横浜 FC を J1 へ、えー、昇格させた監督でございますね、そして、まあ、ライターさんですね、サッカーライターさんと関係者の間では、まあえー、評判が高い監督でございますが、まあ、今年はちょっと横浜 FC が春先から成績出なかったんで、4月に解任はされているんですけれども、まあ、そもそもの評判は高いという話でございますね。そそして、まあえー、その場合は、まあ 手塚が大分に来るんじゃないいかっちゅう話でござままして、まあもともと下平監督は柏レイソルのえ方でございますまあ、レイソルの方でえございましてそこでまあ手塚選手ですねボランチのえ手塚選手を重宝していた方でございます、まあ、手塚自体はですね本当素晴らしい選手本当パサーとしてボランチでえ全然やれる選手ではあるんですけどもちょっと最近え出場機会を失っていて多分横浜市をもう出るんじゃないか多分レイソルからレンタルじゃないから完全移籍に変わってょたらちょっと申し訳ないんですけども、えー、多分最初はレンタルで来ていて 今年がどうなってるかわかんないんですけど、まあえー、それぐらい下平監督が手塚という選手をですね結構、えー、重宝する傾向にあるので、その場合は横浜市から手塚が大分に来るんじゃないかとかも、えー、ちょっと想像はしているんですけどもね、まあ、そこはどんなのか分かりません、シーズン終わってみるとわかんない部分もあるのでね、まあえー、これがちょっと見守らんといかんなっていう感じが、えー、しておりますけれども、各クラブ、こういう情報は今後、えー、多く出てくるんじゃないか,かと思われますけどもね、はい、えー、そして次、最後でございますね、まあ、最初に言った外国人情報と言いますか、ですね入ってる情報 とまあ、来年 J に来るかも、外国人情報ということでございまして、ブラジルのスポルチっていうチームから、ですねフォワードミカエルっていう選手が、えー、来るんじゃないかと、まあ、今年、公式戦ですね、リーグ戦のみじゃなくて、えー、これ、公式戦すべてをカップ戦も含めると、40試合で10ゴールということで、まあ、チーム得点を打ち話でございます、まあ。リーグ戦はそんなバカす5点を取ってるような、えー、数字じゃなかったような気がするんですけれども、もとりあえず、まあ、公式戦で40試合10ゴール上げているという話でございますね。そして、えー、クルゼーイロのフォワードのチ,オチアゴ選手ですね。 1>, ねまあ、1億7000万円で、えー、J リーグのクラブがオファーしたんじゃないかとこの選手が若い選手で、えー、ございましてですね、まあ、U20 のリーグ得点王、まあえー、昔の話でございますけれどもね、えー、U20 得点王でございまして、まあえー、今期2部では20試合で3ゴールド、まあなかなか数字は、えー、伸びていないんですけども、まあ、将来性のある若手のフォワードというのは僕の中でこれ、えー、マリノスが動いてんじゃないかってなんかねこうマリノスって若手の、ね、フォワード 実績よりも今後伸びしろのあるようなフォワード、えー、取ってくるようなイメージが僕はあるんです。J1 でいうとですね、まあえー。そういうことでいうと、まあえー、マリノスとか、まあ、川崎とかも十分あり得るのかって感じが、えー、しておりますけども、この若手の逸材ですね、本当、えー、評価の高いチアゴ選手が来るんじゃないかって話でございます。1億7000万高いなって感じが、えー、しておりますけどもね、ねそして浦和レッズの話が2つ続いて、ですね浦和、まあ、がサイドバック獲得へ、えー、求人を、まあ、多分1000万前後なんですか、ね 1000万から2000万ぐらいの間で、まあえー、両サイドバックができる、えー、外国人選手を、えー、欲しいということでございまして、ですね、まあ、求人出しておりますね、これ、えー、海外のサイトをですね、海外のサイトですね、これ、えー私、私のチームはこういう選手を、えー、求めております、条件はこういうのですみたいな、ハローワークみたいなのがこれあるんです、これ、実際にあるんです、これ、ね、サイトで、ですねこれ、ウェブでですね、えー、こういう選手のサッカー選手の求人サイトみたいなのがあるんで、そこで、まあえー、獲得を目指していると。 いうこと浦、まあ、裏がサイドバックの外国人選手を獲得、えー、目指してるということは浦和レッツはサイドバックに不満を持って,るっている中橋でございます。ま 例えば山中がいて、酒井宏樹がいて、西がいてとか、秋元もできますけれども、も中浦和レッズの現在、えー、サイドバック事情ではあるんですけど、もまあ9月かな、9月の終わりぐらいのこれ段階の話なんで、今がどうなってるか分かりませんけれども、も、まあ、何にせよですね9月の末とか10月の頭段階で、でまあ、この外国人に限らず、もしかしたら浦和ね今年のフサイドバック獲得に、えー、動くんじゃないか、もう山中が調子いいですしね、酒井宏樹も、えー、いるんで、そこはどうなんだっていうのもあるんですけどもね。はい、そしてまあ前裏は、えー レオナルド選手が日本復帰、えー、希望かとまあ、中国に移籍してしまってまあそのおかげでその移籍金で結構な選手浦和列は、えー、取ることができたんでまあ、ウィンウィンだったかなという話であったんですけどどうもこのねレオナルド選手ツイッターとかを見ていると、えー、日本に帰りたいみたいなことを言っているんじゃないかっていうことでございましてですねまあ、それが浦和に帰りたいと言ってるのかそれともえ J リーグに帰りたい日本に帰りたいと言っているのか分かりませんけどもまあ現在中国はまあご存知の通り財政難のクラブが多いのでねなかなか給与 払いとか起きてるる可能性もあるそういう意味では、まあえー、レオナルドも中国脱出するつもりを本気で考えている可能性はあるんですけども、さその場合、どこに復帰するのか、まあね、うん、浦からしたらユンカーがいて、しかしまあ、えーね、2番手以降のフォワードがなかなか定まらんちゅう話であるんで、ただ、まあ、外国人フォワード2人抱える意味は僕はないかなと思っていて、それなら、まあ、えーね、ワントップのチームですしね、外国人フォワード2枚はいらんちゅう話でございまして、それなら、ほんと、ボランチとか他のポジションに使った方がいい でね外国人枠もお金もですね、まあ浦和ユンカがいる限りはね復帰はないとは思っています。まあ、一年俸1000万とかならまあ <laughs> ありかもしれませんけど、そういうのは、えー、ないと思うんでね、まあ、うん、お金の、それこそマリノスとか、まあそれこそねレアンドロ・ダミアンが抜ける可能性のあるまあ、えー、川崎フロンターレとか、まあ、えー、その他のチームですね、まあマリノスとかもそうですけれどもが、動く可能性はあるかなーってまあえー、思ってますけどもね、まあ、どうなるかですね、まあ、ちょっとレオナルドも出て行き方が悪かったんで、まあ、2月のこれ、キャンプ2時 キャンプから一時キャンプはいて、ね、これ埼玉に帰ってきてから多分これ、えー、レオナルド移籍してしまったんですよね。だから2月に本当に移籍してしまったんで、そういう意味ではもう出て行き方としては正直タイミングとしても、えー、最悪な状態だったんでさ、そういう選手欲しがるクライブがあるのか、ちょっとなかなか逆に日本では難しい可能性があるのでね、まあ、日本復帰本人が希望したとしても、まあね、なかなか難しいんじゃないかと思いますけど、しかし、どこに来てもですね、まあ、うんまあ、本当はもともと日本代 表にななりたいとか言っていた方なんでね日本は好きなんだと思います。まあ、それはレオナルドの過去のブラジルでの,この、まあ、いろいろあったんでね、そこはわかるんですけども、治安がいいところにいたいという気持ちはわかるんですけども、さあ、果たして、ね、獲得に動くクラブはあるのか、まあう、まあうん、間違いなく J リーグで来れば、J リーグに帰ってくればですね、えー、対戦するチームかしたら脅威になりますし、まあ、二、えー、桁ゴールは取れる選手なんでね、まあ、動くチームがあってもおかしくはないんですけども、さあ、どことなるかという話でございますね。はい。えー、ということで、今回以上になります、ね でこのように移籍情報とかいろんなことを今後はやっていこうと、えー、思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。以上、パルプンジリクサッカーチャンネルのつさん、さよなら。